湯浅倉平2月1日から1940年12月24日は日本の内務官僚政治家。以下位、君党、借位は正二、位、区民党団尺。署名は石川倉之助。山口県豊浦郡、宇賀村に医師の子として生まれる。後ジッが福島県四族湯浅家の養子となったため、倉之助も同家の戸籍に入って、 湯浅倉平と解消した。豊浦中学、旧西山口高等学校を経て、1898年に、東京帝国大学法科大学政治学科卒業。同年、内務省に入省。岡山県知事、静岡県知事を経て、1915年に、帝大時代の恩師でもある、一喜聞徳郎内省の推挙によって、 内務省警保局長に就任した。1916年10月5日、貴族院議員に任じられて、原高市内閣の軍政廃止に反対論を唱えた。1923年関東大震災が発生すると、後藤新平内省の詳政により、警視総監に任じられた。震災後の混乱を沈めるが、同年12月の虎ノ門事件の責任を負って、 懲戒面官となる。しかし翌年には懲戒面官を解かれ、内務次官として復職し、普通選挙法の制定に尽力した。斉藤実朝鮮総督の下で1925年朝鮮、総督府政務総監に就任。1929年会計検査委員長。1932年の斉藤、実内閣成立時には一時は、 内省候補に偽せられた。その後、1933年に、区内大臣に就任し、1936年に、発生した2.26事件では、岡田圭介総理安否不明、斎藤未内大臣死亡、鈴木勘太郎自重長渋滞という未曾有の危機的状況の中、反乱将校たちの掲げる、昭和維新に反対する立場から、昭和天皇を補佐。 反乱症候に同情的な本庄、茂る自重部官庁とは異なる対応を見せた。事件直後の3月6日、殺害された、斉藤の公認として、内大臣に就任する。生前に爵位を持たず、また閣僚経験もない湯浅の内大臣就任は、軍部や政党と一定の距離を置く恩恵派で、近厳実直な人柄が評価されたためだった。内大臣時代は、 老齢の元老、西恩寺金持ちを助けて、宮中良式派の一員として、陸軍の戦王に対抗した。ただ1937年には、宇垣一世が組閣の対面を受けながら陸軍が、軍部大臣現役部官政を盾に、陸軍大臣を出さずに、対面廃止に至った際に、宇垣自ら、陸軍に陸将を出すように命じる招徴を出して、 もらいたいと申し出たのを断っている。その直後に内閣総選手続きが改定され、内大臣が後継主犯総選の第一責任者となり、この文踏みまろの第一次、この内閣、平沼貴一郎首相の平沼内閣、安倍信之首相の安倍内閣の生みの親となる。1940年に同じく新米英的な姿勢をとっていた。 与内三政前海軍大臣の首相就任を指導したが、その後病気により辞任。その直後に、与内内閣は、陸軍が、旗春六陸将を単独辞職させて、公認陸将の推薦を拒否したことから総辞職し、変わった第二次、この江内閣で、日独位三国同盟が成立して日本は、反米路線へ大きく、舵を切ることになった。 湯浅は退任後半年、西恩寺の死のちょうど1ヶ月後の1940年12月24日に、牛込区の自宅において死去した。廃棄種をわずらっていたという。その死の直前、12月24日付で男爵の爵位を受釈したが、後継者が女子種のため爵位を返上した。ありがとうございます。